死者があるところ、行くさ。死者があるところ、また供養集あり。
ネズミがもう一匹。いや、その目切る前に名を名乗り。忍びは大概そうじゃ。名の邪が、その左腕。忍。なるほど。ならば。 お主を揃うよ、坊。わし、王セキロ。お主もネズミ狩りをせぬか。なんだと。このアシナにはネズミが入り、ネズミもいる。それを片端から、どうやらお主にも、どうじゃセキロ。ネズミ狩りをせぬ。 一身の病、やはり重いようじゃ。
たとえ源一郎が俺とアシナの国長くはなさそうだの。して城の蛇谷の側がならば次はそちらよ。だが最新にな黒か。 ネズミを買ったようじゃな。ああ、やはりお主には人斬りの才が。よし、これは流派と言うても堅苦、ただ戦に勝つネズミ狩りに。
本当にあれを戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機。なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。
キルスはどうした? クロウ様、刻限ですね。エマ殿、分かっています。源一郎殿がお待ちなので、天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた葦の歯笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。 ありがたや、ありがたや。金剛山の千宝寺。尊いお方がそこさ。お前さんも拝んでみ。ありがたや。 太郎兵の呪いを着せたそうじゃな。ああ、操め、ぐずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だがその甲斐はあったのではないか。あの巨体と剛力に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあその通りじゃな。無理くり着せているからの。何かあれば 鎧はすぐに剥がれちまうさ。うん。
ご供養いかがかね。こんなところにも死者があるところ、汚れとて、さあ。死者があるとこ、いずこへ行こう。
あなたは。ああ、もしや。そうだ。やはりそうですか。あの任を受け負っていた私は道中。落ち水の設置、早速ですが、師匠から預かった封や司祭はこちらに。お主と、はい、お主とクローソ、幻、クローソ、アシナの城、その天守近くで囚われとなっておいでです。ですが、そうか、狼殿、クリシノドレ、この仕掛け、シンと筒薬と組み、筒薬、カラクリ筒と共に使えそうな筒。
皆の衆、分かっておるな。来たるべきはアシナ存亡の戦。一心様、分かっておるな。来たるべきはアシナ存亡の戦。
皆の衆、分かっておるな。来たるべきは。
旦那、この城の侍じゃないみたいだな。忍び。ああ。ともあれ、助かちと下手こいちまってな。旦那がみんな黙らせて、これはその俺の食いぶちはじょ。
おお、俺は旦那になら。ああ、報いよ。それにまあ。じゃあな、旦那。Thank you.